の足音聞こえるよ。ゆうちゃんこと石井犬です。よろしくお願いします。よかった手拍子とかして楽しんでいてください。ガラス張りのラビということで、まあ、麻薬でね、癒されるんじゃなくて、こう百花繚乱だったり、
こう皆さん好きなライブを見て、こう心の見どころだったり、こう癒せる場所を見つけていただけたらななんて思います。そんな思いで次の曲、知ってる方多いと思います。よかったら次の曲も一緒に口ずさんだり手拍子してくれると嬉しいです。それでは聴いてください、君の知らない物語。もうちょっとマイクも入ってください。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。こんな星は見に行こう。カメラさんもありがとう。みんなしていて笑った、明かりもない道をバカみたいにはしゃいで歩いた。抱え込んだ孤独に役割押し潰されば良い。枕が世界から覚えて空を見る。やっと見つけた織姫様だけど、どこだろう子供様、これじゃ一人ぼっち。楽しげなひとつ隣の君は
優しいスタッフさんでした。すいません、ありがとうございます。というわけで、早いですがこちら次の曲でラストの曲になります。ガッツでお届けするので手拍子してくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。オーバーテイク。Thank you.
わけで、この後も引き続きお楽しみください。ちょっと交流会を